では岩手のスターティングメンバーです。 3-4-2-1 のフォーメーションを予想しています。ゴールキーパーは松山、最終ラインは右から小野田、牟田、蓮川、中盤の底には小松と湯気、そして右に加賀美、左には中村大輔、通車道には桐と奥山、ワントップはモレラと、前節から代わって入っているのは7人です。続いて仙台のスターティングメンバーです。予想フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパーは杉本、最終ライン右から増瀬、平岡、キムテヒョン、内田、ダブルボランチにフォギーニョと中島が入り、右に加藤、左に木田、ツートップは皆川と中山、前節と代わって入ったのは中島一人です。直接フリーキックもありますし、まあ、カウンター、クロス、あとミドルシュートもありますから、はい、まあ、いろんな選手がバランスよく取れてるってところがね、今年の特徴ですね。スペース使って中村大輔、クロス、キリのボレーシュート、これはミートしませんでした。まあ、シンプルに上げるのか、まあ、後ろの湯気選手を使うのかってところは仙台としてはいろんなことを考えなきゃいけないですね。湯気はミドルシュート、強烈なものも持っています。さあ中村大輔の選択は、変化をつけて湯気のミドルシュート、湯気のシュート打っていきました。そして奥山、そして笛が鳴りました。これはゴールは認められません。利き足の左、一旦スペース広い場所へ、内田左足の精度の高い選手。さあ中島が左で入れていきました。いやいいボール、中山のヘディングシュート、先制点は仙台、今シーズン8得点、 J2 通算49点目です。頼れるエース、今日も健在、2試合ぶりのゴール、仙台が先制点。まあ、今ね、皆川選手がサイドにムービングしながら非常にいい動き出しをしましたけども、まあ、そこに出なかった中で、まあ、中島選手がワンタッチの判断でしたよね。まあ、本当にそれはセンスだと思いますし、まあ、このワンタッチのセンスと、まあ、中山選手もね、しっかり駆け引きしながらディフェンスラインの蓮川選手といい位置を取って、まあ、これもキーパーの位置をしっかり見ながらヘディングでワンタッチでしたけども、セットプレーは 40% 以上の全得点のうちを割合を占めています。さあ中村大輔のコーナーキック、ヘディングシュート、わずかに右、頭を抱えたのはモレラと杉本が出てきました。モレラとプレスをかけて、キリをかわします。内田、木田、中島、あとパスがそれた、モレラと左足シュート、思い切って決めた、豪快、左足炸裂、モレラと J2 初ゴール、リーグ戦では去年4月以来のゴールとなります。岩手が同点、追いつきました。そうですね、まあ、仙台のミスからでしたから、まあ、気をつけなきゃいけなかったところですし、まあ、ただね、岩手がいいプレッシャー、桐選手のプレスバックからボールを奪って、まあ、しっかりモレラ選手がね、まあ、ここまでの試合の、まあ、晴らすっていう意味でも本当にスーパーゴールでしたね。まあ、しっかりミートした中で杉本選手の頭上を越えていくと、まあ、左足でしたけどもしっかりミートするところ、まあ、気持ちが入った本当に素晴らしいスーパーゴールでしたね。中島、平岡、キム・ジョンミンが横からそれを見て、マセイ、ああいいとこだ、中に名倉がいて、名倉がシュート、ミドルシュート、テクニックも感じる気迫こもったミドルシュート、仙台勝ち越し。狙ったっすかね、今シーズン4点目。いや、今やはりね、平岡選手から増瀬選手に出たボール、一人相手を越えていくパスも本当に素晴らしかったですし、まあ、増瀬選手から名倉選手が受けたところの位置、まあ、これも完璧でしたよね。はい、まあ、しっかり中を見ながらゴールも見ながら、まあ、難しいプレーだったというか、まあ、キーパーにとっては予測できないプレーになりましたし、まあ、名倉選手のところがシュートであれば本当に素晴らしいシュートだと思いますし、スルーした中山、富樫啓真、ボールをキープ、後ろから来た増瀬のシュート、仙台追加点3点目、お見事、連携が決まりました。まあ、富樫選手も、ね、自分のシュートをいける形に引っ張っていながら増瀬選手を生かしましたよね。
まあ、サイドバックが得点に絡んでいけるってところは仙台の強みですし、まあ、これもしっかり抑えて、まあ、ファーではなくニアに流し込んだっていうところも非常にいい。左足は内田、右足は中島。さあ仙台フリーキック、離れた内田、中島狙ってきた、スーパーセーブ、松山意地を見せます。岩手の守護神、ここは通しません。内田選手が蹴る前に、外に行きましたから、まあ、松山選手と中島選手1対1の戦いになりましたし、まあ、うまくニアを開けながら奪った仙台。いや、よく見た。スペースへ出します、走ります、石から仲間の動きも見ながら、あ、面白い。ゴール前へ富樫圭満の左足、仙台4点目。まあ、石原選手もよく見てましたし、まあ、出した後も関わると、富樫選手も先ほど左足でシュートを打ったシーンありましたから、まあ、ここは相手の股を狙っていくと思いますね。そのハチスカからフォギーニョ、フォギーニョが前へ、富樫圭満、ムタとの競り合い、富樫圭満ボールキックか、松山がここはファールを取られた、 PK になります。これもサイドからのボールに対してフォギーニョ選手からワンタッチでしたよね、はい。まあ、岩手のディフェンスラインの裏のスペースというところに、間をたっぷり取って富樫が左隅へ決めました。両手を広げ天を仰いだ富樫圭満、今日2点目、今シーズン8点目をマークしました。あの、ね、松山選手との駆け引きの中で、まあ、これをぶち抜いたというところですよね。スローイン、ビスマルクの上通過したところ、長いホイッスルが鳴りました。ベガルタ仙台、岩手グルージャ盛岡を5対1で下しました。復興への思いも宿した東北ダービー、3月に続き仙台が勝利しています。